韓国空軍の F-35A ステルス戦闘機事故の原因が判明したけど、どうも意味不明な部分が散見され、またやらかしたのかと囁かれているね。F-35A 戦闘機機体の修理も日本ではなくオーストラリアに決定しているようだが、そこまで運搬量を重ねなくてもいいと思うがな。今回は過去の韓国空軍の F-35A 戦闘機胴体着陸を振り返って、その原因について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。2022年1月4日、訓練中に日本統治時代の朝鮮の行政区画の一つだった、チュンチョンナムドの祖山基地に胴体着陸した F-35A ライトニング2の事故原因が、バードストライクであったとして韓国空軍が2ヶ月後の3月3日に公表したよ。韓国日刊新聞にあたる中央日報の記事によると事故を起こした F-35A は空対地ミサイルの射撃訓練のためチョンジュ基地を離陸し、射撃場手前侵入直前の高度330メートル付近において機体左側のエアインテークに体重 10kg 程度のハゲワシが飛び込んできた。そのハゲワシは機内に空気を入れ込むエアインテークから吸い込まれウェポンベイとの間の遮断壁を抜き破って機体内部に入り込み、ウェポンベイ内部にある着陸装置を作動させるための油圧系のパイプと電源ケーブルなどが多数破損したため、操縦後方システムの性能低下やランディングギアの作動不良を引き起こしたと記されているんだ。韓国空軍では調査結果からバードストライクの他に機体の欠陥やパイロットの操縦ミスなどはなかったと判断し、パイロットや整備士に対しては注意喚起と教育に努めて F-35 の飛行を再開したほか、F-35 の開発元のロッキードマーティン社とウェポンベイに異物が飛び込んで損傷した場合でもランディングギアが正常作動する対策と、独立して補助的に作動するシステムの構築案を協議する予定であると報じたぜ。しかし、この中央日報の他にも同じ内容を報じた朝鮮日報やハンヨレ新聞の記事には、おかしな点が多く散見され、その信憑性に疑問があるという意見が日本のインターネット上で挙げられていたな。まず、中でも指摘が多かったのは、記事中のバードストライクが起きた際の衝撃の強さに関する記載で、燃料を搭載して20トンを超える航空機が 10kg の鳥類と衝突して受ける衝撃量を換算してみると、約30トンだったと空軍関係者が説明したと紹介している点だね。このことに対して F-35 戦闘機そのものが何かに衝突したら搭載燃料などの質量が衝撃に関係するが、この場合は 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突したと紹介すべきであるため意味不明だと指摘する声が最も多かったみたい。もしも 10kg のハゲワシが時速 900km で衝突すればかなりの衝撃を受けることになり、機体を損傷することは十分に考えられるが、エアインテークの直後にはウェポンベイがあり、ランディングギアはさらに後方の外側にあるため直接衝撃を受けることは考えづらいってわけだ。事故機の着陸直後の写真がネット上で公開されていたが、主翼下のランディングギアは左右とも通常通り出ており機首のギアのみが出ていない状況であったことから、バードストライクによる影響でランディングギアの作動不良を引き起こしたとの説明は非常に無理があり、単なる整備不良によって機首のランディングギアが故障したと考えるのが自然だろうな。また、朝鮮日報の記事では空軍への聞き取りから事故当日に F-35A は空対地射撃任務を遂行するためにチョンジュ基地を離陸し、射撃場へ侵入するために高度330メートル付近を飛行していたところ、左側の空気吸入口にハゲワシが衝突したと記されていたぜ。これが真実であれば、バードストライク発生時のウェポンベイには射撃用のミサイルが搭載されていたはずであり、そもそも飛び込んだハゲワシの死体がさらに後方のランディングギアに影響するとは考えにくく、ウェポンベイ内部のランディングギア作動油圧導管と電源供給部に配線されていたら主翼下のランディングギア格納扉も開かないはずであると見られているよ。さらに、ウェポンベイの内部が飛び込んだハゲワシの死体によって壊滅的に破壊されたのであれば、ウェポンベイの開閉もできなくなるため、緊急着陸の際にミサイルを抱えたまま胴体着陸をしたことになるのだが、それもまたありえない話なんだ。少なくともパイロットの命を尊重する軍隊においては、
ウェポンベイのミサイルを廃棄できない状況であれば危険回避のために機体を海中に落として、パイロット自身は緊急脱出をするはずとの指摘もインターネット上で散見されたようだな。また、仮にバードストライクによってランディングギア作動油圧導管と電源供給配線が損傷して作動不良を起こしたことが事実であったとして、それほどの衝撃を実際に操縦しているパイロットが感じないわけがなく、まずはそのことを報告するのが普通だと思うぜ。しかし、事故直後に韓国メディア各社が報じた韓国空軍の発表によると4日の午後12時51分頃、訓練飛行中の F-35A 戦闘機が航空電子系の異常により膠着装置が作動しなくなり、チュンチョンナム都市の第20戦闘飛行団の滑走路に胴体着陸したとされているのみで、この時にはバードストライクが発生したとは一言も触れられていなかったぞ。おそらく韓国空軍からすると、整備不良やパイロットの操縦ミスでなければ自分の責任にせず F-35 の欠陥であると主張したいだろうから、仮にバードストライクがあったとするなら当然すぐに公表しているはずで、事故発生から2ヶ月も経ってから発表するのは非常に不自然であるとしか言いようがないんだ。しかも時速 900km の衝突でおそらく原型をとどめないほどの肉片になっていたと思われるハゲワシの体重を、どうやって推定できたのかといった疑問符がつくようなことも指摘されているみたい。韓国軍から発表された事故原因の摩訶不思議な点についてはともかくとして、事故機の修理に関してどの韓国メディアも触れていないことを指摘する書き込みも散見されたな。F-35 においては世界各国での導入が進んでおり多数の製造拠点が必要とされるため、本拠地のアメリカはテキサス州にあるロッキード・マーティン社のフォートワース工場の他に、イタリアのカーメリと日本の名古屋近郊に最終組み立て検査施設 FACO ファイナルアセンブリー&チェックアウトが設置されているのは周知の事実だよな。そして、最も機密性の高いステルス性能など各種性能の維持やブラックボックスなどのロッキード・マーティン社のみ触れることが許されている部分のメンテナンス修理オーバーホールアップグレード作業を実行できる。国際整備拠点 MRO&U メインテナンスリペアオーバーホール&アップグレードが、アメリカ本国の他にイタリア、日本、オーストラリアに設置されているぜ。言うまでもなくアジアで運用される F-35 の整備拠点は、唯一日本の三菱重工業名古屋航空宇宙システム製作所小牧南工場なんだけど、韓国は日本を適正国家とでも見ているのか、自国の F-35 のメンテナンスなどを日本で整備することを拒否しているんだよね。そのため、韓国空軍が運用する F-35 の整備は、わざわざ距離の遠いオーストラリアで行うことになったそうだが、果たしてどれくらいの頻度で整備点検を実施しているのかは明らかにされているわけではないぜ。当時の事故機の修理を韓国空軍が行うのであればオーストラリアに依頼したんだろうけど、修理費用が1100億ウォン約116億円とロッキード・マーティン社から提示されて新規調達と、ほぼ変わらないため現実的ではなく退役させることを2023年末に決定し、韓国お得意の共食い整備用として部品取り専用機となってしまったんだ。それじゃあ今回はこの辺で、よかったら、チャンネル登録してね。